このようにテフロンテープが巻けました。で、次の工程ですけども、まあ、これ私はやるんですけれども、もうこれをやらないメーカーさんもいますので、もうこれは皆さんの判断にお任せしますが、ここのですね、テフロンテープを巻いた先っぽのあたりにですね、こういう細いワイヤーを巻きつけてあります。まあ、プラスチックリードの場合は、まあ、30ぐらいに巻けば十分かと思いますが、私はこれ 0.3 ミリの真鍮線を使ってます。直径 0.3 ミリの真鍮線ですね。ビーズ細工なんかをしたりする方がよく使うもので、まあ、手芸屋さんとかに行ったら手に入ると思います。端っこを切ってあります。あとこれを危なくないようにですね、まあ、口でくわえたりとかして吹いた時に、唇を傷つけないように、巻いてピタッと、くっつけておきます。